はい、どうも、スマートラッシュです。さあ、というわけで本日はね、日曜日でいい波ということでね、安定に激込みです。まあ僕はね、毎日のように入れるから、なるべくね、ミドルぐらいから余った波ちょこ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 見つけて狙って乗ろうかなと思います。イメージはノープライオリティで点を出す。おお、かっこいいこと言うね。逆の立場になってさ、週1できて、よっしゃやっとの楽しみできたのに、ガツガツされたり前乗りされたりすると絶対にイラつくもん。僕も入ろうと思えばいつでも入れるから、はい、まあ、できるだけ土日は避けてね、平日のオートウェーブの時しかやんないけど、はい、混んどる時入るのは悪いじゃないですか、はい、まあミドルから乗らないのみ乗るのが一番いいね。それもしかもアウトで座るより練習になるじゃないですか。でタイミング良くてね、回ってきたら自分がこうセットとかで、ね、乗れたらラッキーやなぐらいの感覚で、まあ、見つけに行くのとかはやめようかなという思いで、今日もサーフィンやっていきたいなと思います。おお、いいこと言いますね。今日はね、まあでも面も風は強いけど意外に面も良くてね。そう、結構良さそうやんの。そういう練習もたまにはいいかなってことでやっていこうかなと思いますけど、今日なんか音のちょっとドラえもんスタイルっすね。っていうよりシンプルスタイルだよ。大人の男時間っていう感じでね、今度冬時間なんすね。大人の男時間なんすよ。脱いだらこういうカーディガンだったりね、デニムだったり、靴もねこれドラえもんに合わせてチャックテーラー、これ薄手なんですよ。これから寒くなったらマイナス30度までっていうやつで撮影したいけど、今の時期これぐらいと、あと街とかスノボで行く途中はこのぐらいの厚さがちょうどいい。今日も行きましょう。カモン、これは違うか。行きましょう。はい、行きましたよ。今日もね、いつも通りこんな感じでね、土曜日ですからやっぱり混んでますよ。風邪を余ったら僕もやりたいな。今の時期海の中快適なんですよね。寒くも暑くもなく、陸はね若干寒くなって、今日からねダウン着て、やっぱり軽いしさ、ダウンジャケットっていうのは冬には一番いいよな。前開けたり温度調整もできるしっていう感じでね、とにかく軽いのが楽。確かに革ジャンって大好きなんですけど、重いしね、結構疲れる。まあそこはね、使い分けて自分で気分でね。お、行くか。レフトワンダンしっかり高く入ったんじゃないかな。おっと、行ったぞ。おっと、ワンフロータで抜けてからセクションあるのか、張ってこい。スピードまだつけれる、まだいけるぞ。スピードつけた、回せ。あっと、まあね、いろいろねセクション探していいライディングだったんじゃないですか。はい、行きました。スピードつけてライト方面だぞ。これはおっと、カーブ入れてしっかり大きく入れて前に出る、よかったんじゃないですか。おー、行ったぞ。ワンタン大きい。あーっと、今のねメイクしてほしかったな。行くのか。あ、行った。レフトワンタンしてスピードつけて前に、おーっと、いいんじゃないですか。お、いけるぞ。ちょっと小さめの波だけど、ターンしてスピードつけてもう一回、まだいける。よし、いいんじゃないですか。おっと、いったぞ。ワンターン、お、最初に回した。でもう一発、いいんじゃないですか。こういうアクションあっと、よかったと思いますよ。こういうの狙ってほしいですね、ガンガンね。よかったと思います。いきました。スピードつけて、抜けれるか抜けれない。はい、というわけで朝練習やってきたんですけど、すごい人のね数で、もう同じ波に5人ぐらい一緒に立ってるんじゃないかなってぐらい、まあ、混雑してたんですけど、まあ、海入る前に言ってたね、とにかくミドルからホースに乗るっていう意識を、まあ、やってみたんですけど、それを意識したらめちゃめちゃいい練習できました。いつも手出さないような波に乗ってみたり、そしたら意外とねインサイドまで走れたり、まあ、トップでのこうアクションできたり、まあ、エアで飛べたりね、ファーストで飛べたりとか、まあ、いろんな練習ができてさ、いつもとはなんか違う方向でいい練習ができたかなと思いましたけど、どうでした。え、よかったよ。ファーストに、ね、エアしたりね、スピードつけてアクションしたり、バリエーションある、そんなに張ってない波なんだけど、それなりの波なりには練習できたんじゃないかなと思いますね。最近ねめちゃめちゃ軽い波が多いんですよね。だからもっとこうパキッとね
惚れてる波とかでも練習したいんやけど、まあ、これはこれでね、自分の苦手な波の種類なんで練習が必要だからね。今日ね、メイヘムさんからね、発売するすごいボードがあるんですよね。それちょっと教えてくださいよ。まあ、それね、なんとですね、伝説のモデル、スムースオペレーター、これはなんとね、こちらの、僕が今乗っているブラックシープのモデルが出るんですよね。表カーボン、裏 EPS のがなんと発売開始されるみたいで、それ詳しくはね、西井浩二さんの YouTube でアップされてたんで、ぜひ気になるかと思ったら、多分マジで伝説のモデルで超人気なんで、一瞬で売り切れてまうかもしれんから、早めのチェックって感じでお願いします。はい、というわけで、ね、今からね、午後練習やっていきたいんですけど、明日の夜8時からね、いよいよ発売開始されます、スムースオペレーターブラックシープをこのね、いい感じの波で乗っていきたいなと思うんですけど、まあ、これと普通のね、ショートをね、乗り返したいんやけど、普通の板も乗りたいからね、これももちろんね、乗っていくんですけど、まあ、明日発売ということで、その前にどんな感じかっていうのを改めて乗っていけたらいいかなということで、やっていきたいなと思います。これはね、おとんが色入れて好きな色やってオーダーしたやつですね。そう、もうまさにスムースおとんですからね、これが。このスムースオペレーターっていうモデル自体マジで大人気で、全てのこの素材がすぐに折り切れてしまうぐらい人気なモデルなんだけど、自分もその中でいっぱいあるじゃないですか、ペレセもフルカーボン、このブラックシープのね、いろんな素材あるんやけど、自分はこのね、ブラックシープが一番ね気に入ってて、なんでかっていうと、この波はもちろんね楽しめる、これは当たり前やねんけど、今日ぐらいのね、腰腹ぐらいある波でも、もっとあってもフィニッシュとかね、ターンしたとしてもドカーンといっても、このバーンと弾かれずに着地がね、こうピタッとね止まる感じ。ちょっと板見してください、こんな感じでね。オトムウェブステッカーもあります。これね、アルミで発売してます。お、ここに見てください、やらかしましたって書いてありますね。僕がやらかしたボードです。で、クワッドは H4 です。これはね、これめちゃめちゃ調子いいですよ。完璧セットですね。完璧、このセットでもうどんなハックでもできます。僕はこれでスピードつきすぎて、よくレッスンで怒早すぎると怒られたやつですね。行きましょう。はい、行きましたね。夕方の波はね、まあ人はね、まあ多いんですよ。ただサイズは上がってないです。まあでもどう、腹胸セット肩ぐらいはあってね、風が弱まった分いいと思うんですけど、潮の問題ですね。なんかプロサーファーの女の子に聞いたらね、良くないって言ってたんですけど、見た目いいんですけどね。あー、いけない、暑いな。これはスムーズ遅れたのがいい波かもしれんね。はい、行きました。ワンタン入れてスピードつける。おっと、カーブか。まだ行くぞ。はい、行きました。おお、危ね、ワンタン入れる。はい、行こう。ワンタン、おっと、大きく入ったわ。今のバックサイド良かったんじゃない。ツーターンもいいぞ。おいで。ああ、今で良かったと思います。はい、行きました。はい、行きました。おー、ワンタン入れてカーブ、最後張ってこいよ、張ってこい。カーブよ、ロープかっこいいよ。はい、スムースオペレーターブラックシープでね、行きましたね。もう大人気ですからね、スムースオペレーター。去年日本で一番売れた板じゃないでしょうかね。今年も多分ぶっちぎりで売れてると思うんですけど、まあ何がいいっていうのは、ミッドレングスに見えるのに軽いっていうのと、あと動かしやすい、乗りやすい。大体ミッドレングス他のブランドってね、案外重いんですよ。まあ重いは重いの取り柄があるんですけどね、走り出してスピードついたら止まらないっていうのがあるんだけど、軽い分ね、ショートボーダーからもいけるし、でミッドレングスの長さがロングからもいけるって、なんかね、いいとこ取りのボードがスムースオペレーターっていう感じで、昔にはなかったようなボードでね、もう大ヒットしましたね。はい、行くかな。おっと、緩い波立ってカーブイングして戻る。この緩いとこ入れるか。おー、あー、わー、こっからまた走ってくる。どこまででも行けちゃう。最後ヒット、わー、いいんじゃない。うわー、どこまで行くのこれ。どこまででも行けるスムースオペレーター。
スムースオペレーターに乗って隣の海まで行けちゃうっていう感じですね。これお福井くんじゃない。おースムーズなターンから、いいんじゃないですか。ちょっと緩すぎるとこから行ってどうなる。これちょっと見物じゃないですか。こっから再生しショートボードではありえない動きだよね。これあそこから行ってインサイドまで乗れちゃう、やばすぎる。僕もこんな乗れたら楽しいよな。サーフィン毎日やりたくなるな。おれいかちゃんだ。今日も安定の美人ですね。行くぞ。おーいいな、決めました。おーやっぱりねすごかったなこの板。安定な美人なレイカちゃんです。レイカです。ていうかそれさ、うん、ウェットスケールカメラちゃうやんな。それ見えとるよ。レイカちゃんのレッスン受けると馬なるって評判があるから。そうだね、なんかやすし教えようと思ってんねんけど、うん、あっくん全然連絡くれへんくてさ。でそれやったら何、俺馬なる確率高い。いやもうプロ、もう見やんでもやすし見たらわかる、顔見たらわかる。正確。じゃあそれさぜひねやりたいね。うえ馬なったじゃん。でも殺到したらどうするの。おとんみたいに馬なりたいっつって馬しちゃったら、殺到したらもう順番でね。順番で今ね秘密でレイカちゃんとデートの約束しとって嵐来ちゃったからちょっとやめたんだけどさ。俺一方的にね、一方的にファンだから。それはデートになるか。いや多分レイカちゃんからしたら案件やろ。あ案件やろ。案件これはずむ言うからしゃあないよ。俺案件デートはちょっと情けないな。だいぶ情けない。そんな気なささい。ね。でさ、そういうキラリのこと言うのやん。キラリが彼氏できたからショックとか言うのやん。え？キラリのファンやったで？一番？え何番？あれ？レイカちゃん何番やったっけ？レイカちゃん1番に決まってるけど、レイカちゃん旦那がおるから俺は密かに思ってキラリちゃんが2番だけど実質ナンバーワンで、俺3日間飯食えずゲソゲソに痩せたもん。なんかさ、ちょっとリアルっぽいからやめてもらって。ちょっとキモかったよ。キラリ、ああなるほど、なんかキモかったからやめた方がいいかもしれない。まあ結構現実だからな。勝手にね。そうちょっとレイカちゃんかっこいいボード乗ってます。そうやろ。マジで1ヶ月半ぶりのサーフィンで昨日が、カリフォルニア行っとったやろ。うん、サーフボード持って行ってなくて。そう。え、買い付けだっけ。買い付けと、水着の撮影とショッピング。じゃあその撮影したやつはいつ頃出るの。楽しみじゃん。あ、3月に新作。じゃあみんな見てほしいね。そう、明後日撮影です。カリフォルニアでも撮影してきたけど。すごいな、カリフォルニアに生地を買いに行く。そう、生地はなんか半々で、全部デザインから全部作ってるやつとカリフォルニアの生地とみたいなの分けてるんです。いやカリフォルニアの生地がめっちゃ伸びんねん。で柔らかくて、なんでそれを選んだかっていうと、この硬い生地、日本の生地とかってしっかりしてて縫製とかもしっかりしてるからほつれとかって思ったらやっぱりすごい日本のやつってすごいねんけど、でもそのやれた分体のこのラインをきれいに見せてくれるっていうのがあって、自分もいろんな水着今まで着てきたけど、その海外の生地がすごい好きで、体のこのラインとかを崩さない。やっぱりいいんだ。めちゃくちゃ、ね、ルースイも新作楽しみにしとってほしいです。ちょうどんで最近サーフィン触り倒したんやろ、うん、でしかももうちょいでさ冬やんスノボ行こうとしたんや。いやでもレイカちゃんレッスン頼んだもん。レッスンしてもそれ以外で練習しない馬なれへんで。女子がおったらやるよ。リアルやないよ、うん、リアルリアルあんまり、あんまり本当のこと言うのやめてくれる。自分でもやるよって。自分でやったことねえんだよ。撮ってるだけ。そうやね。ほんでこれやらかしました。黒ちゃんや。そう。クロムハーツのでっかいの。これだけでいくらなの、このジャラジャラだけ。まあ10円ぐらいだけど、やらかしましたって言いたいがために頑張っとるやつだから。やらかしたいですよ。そう、やらかしてきましたとか。だんだん変わってきとる。千葉の目の前、夢の前にするのに、最近ここ3回は湘南でしかしない。でも湘南…湘南だよ。湘南だよ。可愛い子おるじゃん。そこ…浮気してるやん。おー、バレてしまった。やつし、あかんな。そういうとこや。あかんな。あかんで。だからレッスンはね、またレッスン企画やってもらってね。うまいね。じゃあ馬なろう。今年、
や来年の夏までにやすしを馬鳴らす企画ちょっとやるわ。レイカちゃんもねコーチもやっとるからさ。そうなんだ。え一般の人でもさレッスン受けれるんでしょ。えもちろん。あの連絡すれば。え案件代払わんでもいける。案件代はちょっとちょっといる。やすしだけは弾みます人によります。人によるそれおもろい。人によって値段違ったら怖えよ。桁違いますねえ。ありがとうございますよ。レイカちゃん海入ってないからさ。そうやね。でもじゃあ明日からじゃあ今日からか友達がサーファーの友達が1週間あるから毎日入る。そうなんだ。じゃあ撮影お願いします。お願いします。マジでお願いということでやすしとのコラボ決まりました。なんでやすしね。いやもう僕とはなればね、あのねみんな視聴者でも喜んでくれるからさ。海でボロクソ言われてさ、ほいで俺が案件代払うの。ボロクソぐらい言われやだな、あかんやろ。さっきカメラ外でずっとおもろいこと言っとるから、いやちょっとカメラ回ってないんだけどって、もったいないよ。まあ、リアルです。そう、もったいないよ。ずっと、でもこれカメラ回っとらんでもこの勢いだからおもろいよな。いや昨日はさ、なしちゃんバー行ってさ、夜。ほんなら、やすしの T シャツトレーナー着てる人おった。あーなんかこの世界に15個しかないって言ってたから15個もあんのか言うとって。ああ還暦のやつね。あそうなんや。あそう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 はい、というわけで、ね、こちらスミスオペレーターで2、3本かな乗ってきたんですけど、まあ普通に安定してもう言うまでもなくもう本当にパネル速いし、立てて棒立ち板に体重乗せるだけで進むし、シンプルに最高なボードで、今日も今日でねこういう波でも楽しめたなと思いましたね。まあでも最初に、ね、乗ってた普通のショートでも楽しめたし、いやすげえ良かった。あとありえんとこから立ってショートボードだったらワンタイムできんとこ張ってくるとこ抜けてっちゃって、しまいに隣のポイントまで行くかっていうぐらい乗ってっちゃってさ、あれはさボードが違うから波がよく見えるし、えこんなにいけるのって、だから波が見えるよね多分。えあれでしょ、パドルするときでもこれいけるかなって全く見える波が違うんじゃない。そうもちろんね、見える波が違うし、乗ってても見えるなんていうの、ここいけるな、いけんなっていう範囲が全然違うな。そうだってことごとくインサイドまでビビるぐらいいってさ、最後張ってきてボーナクセクションでヒットしとったじゃん。あれすげえ良かったよ。このボードのいいとこって本当に頑張らなくていい、これに限りますね。マジでいいね、一言頑張らなくていいってとこかな。なんかなんていうの、まあ、ショートでこう頑張って頑張ってつないで最後にこうセクションでスパーンってやるのももちろん一つとしてね楽しいんだけど、やっぱこのボードはねマジでこう頑張らずにインサイドもつなげて普通にスパーンとねターンもできるし緩くもできるっていうところでいいなと思います。いやでも本当良かったと思う。いい回だったんじゃないですか。これぜひね明日日曜日の8時発売だからね見てほしいなと思いますね。そうですね、もうマジで取り合いになると思いますし、本当争奪戦やと思うんで、皆さん8時にすぐラブサウさんのホームページ行ってチェックお願いします。まあフィンセッティングはねクワットもいいけど、自分はねあのトライの方が好きだなと思う。そう、スムースオペレーターでも、はい、なるほど。僕はねクワットが好き、楽だから、引っかかりがなく楽に進むからさ、はい、まあでもそれはね人それぞれでいろいろ試してみたら楽しいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じで本日はこんな感じで終わっていきたいと思います。というわけで本日はありがとうございました。おはようございます。こんにちは、こんにちは。何やってんすか。はい、というわけで J パークさん来てますけどね、今日はサイボールランチですか。はい、やばいよ。この間東京で勉強した1900円のやつの4倍っちゃけど、下手したら5倍あるな。こちらの J パークさんのさ、社長の奥さんが手作りで、なんとね、プロテインバー。これプロテインバー、チョコプロテインバー、うん、で、これプロテインってことは、あれじゃん、太んないんでしょ。小腹にそういうのをね、入れる、お菓子じゃなくてこういうのね、こういうやつね、うまい。これ作れるのすごくない。スイートポテト、マジうまいよ。うまっ。おせん抜きでスイート、これ土日だけなのかな、こうやって手作りのやつ売ってるから、これ数量限定だから早速かました方が。それはちょっとファーストターン行かせてもらっていいですか。おわ行く。ファーストターン行かんと奥さんに何怒られる。いや怒られて、そんな中じゃないよな。やべえこと言って。ファーストターンどう。あもううまい。もううまいって YouTube でやりたいというか、その一般の若手のサーファーにインタビューとか
してみたくて、うん、こうリアルなガチな気持ち、お金がかかるから割り勘でこう何人かで車に乗って来てますとか、こうリアルなこのとこを聞いてみたいなって思って、そういうの出てくれる方募集してます。女性も聞きたい。そう、やっぱ海でね会って動画出てくれませんかって結構ハードル高くて難しいんで。昨日もね、車の横に二十歳ぐらいの女子2人、しかも夕方インタビューしたかったけど、かけらもこっち見てくれんかったから、これ無理だなと思った。でも本当そういう若手やったり、若手じゃなくてもそうなんけど、ガチなリアルな意見っていうのを取り入れるってめっちゃ大事だと思う。それを聞いたからって一気に変化しようとかないんやけど、やっぱ聞いてリアルなさ、あこういうことを思うやなとか。三重県に住んどる時さ、大阪の人らってさ、三重県の神奈浜行くのか、行く見て高知県行くのか、両方とも 2,3 時間かかってさ、一人で行くとガソリン代と車かかるじゃん。だからサウショップが8人ぐらい乗っけて、毎週日曜日ツアーみたいに連れてってるショップがあちこちあったの。そういうのすごくない？やばい。そうすると安く行けるじゃん、うん、8人で当たる交通費なんか2000円ぐらいでしょ、うん、まあランチは食うにしても、そうすると行きやすいし、車なくても行けるわけよ、はい、サウショップから一緒に行けばいいから。だからあれはすごいなって。だから東京からでもそういうのがあったら。ただ問題はあるじゃん、団体で来てみんなで入ったらいいかとかさ、はい、もうそうすると若手みんなで、まあ、スクールになると今度お金かかっちゃうけど、スクールじゃなしにみんなで行くっていうのがさ、いいなと思う。ということでお疲れっす。